シャルル・フランソワ・グノーは、フランスの作曲家。ゲーテの、ファウスト第一部に基づく同盟のオペラで知られるほか、バチュカンの実質的な国家である、参加と教皇の行進曲を作曲したことでも、知られている。フランス近代歌曲の父とも呼ばれ、美しい旋律、色彩感に満ちたハーモニーを伴った優雅で優しい、音楽は、今日も広く愛されている。パリ生まれ、 母はピアニスト、父は設計士であった。母親にピアノの手ほどきを受けて、学祭を開花させ、パリ音楽院に入学して、オペラ作曲家フロマンタルアレビに指示した。1839年に、カンタータ、フェルディナンで、ローマ大賞を受賞、直ちにローマへ留学し、パレストリーナの作品を研究した。2年間のローマ留学の後、ウィーン、ベルリン、 ライブツヒトを経由して、1843年にパリに戻り、サントスタッシュ教会の聖歌隊、学長兼教会オルガニストとなった。1851年に最初のオペラ、サフフォーを作曲するが、1859年のファウストまで大成功を収めることはできなかった。この作品は今日でも最も有名な具能作品であるが、シェイクスピア原作のオペラ、 ロメオとジュリエットも、また定期的に上演、録音がなされている。1870年から1875年まで、グノーは戦乱を避けてイングランドに過ごし、後の王立合唱協会の主席指揮者を務めた。この頃から、グノー作品の多くが実質的に声楽曲や合唱曲となった。グノーは、ご半生において、主に宗教曲を手掛けているが、中でも、 バッハの平均率クラビーや曲集第1巻第1曲の前奏曲に旋律を被せたアベマリアは有名であり、グノーのアベマリアと称されている。還元楽曲、操り、人形の創造行進曲はアルフレッド・ヒッチコックのテレビシリーズ、ヒッチコック劇場でテーマ音楽に用いられて有名になった。二つの公共曲はハイドンや モーツァルトラの作品を熟知した上で作曲されている。この2曲は17歳のビゼが公共曲派町長,長を作曲する上でも手本となった。1893年パリ郊外のサンクルーで死去。墓所はパリメトロ9号線のエグゼルマン駅の南にあるオートゥイユ墓地。グノが学長を務めていたサントゥスタッシュ教会の聖歌隊に後に画家として著名になる。 ピエール・オー・ミュスト・ルノワールが1850年頃から数年間所属していたことがある。グノーはルノワールに声楽を教え、ルノワールの歌手としての才能を高く評価していた。そのため、グノーはルノワールの両親に、ルノワールをオペラ座の合唱団に入れることを提案したが、断られた。グノーはルノワールを歌手にしようと考えていたので、その才能を惜しんだ。 ありがとうございます。